おはようございます。おはようございます。とうとうですね、今日はリンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦4日目とはいえ、谷野選手1人になってしまいましたが、3日目まで2オーバーということで、今日は3オーバー以内だったら USLPGA の QT の挑戦権が得られます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。抱負は、1回回ったトーナメントコースでの抱負は。そうですね、まあ、初日に回った時より今日は風が少しあるので、まあ、縦距離はしっかり計算できるようにして、まあ、パーを重ねていきたいと思います。そうだね、3つボギーいただけるんで、まあなんとかなるでしょう。いや、今回の調子だったらなんとかなるよ、きっと。ということで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦第4ラウンド最終日です。トーナメントコース1番ホールティーショットです。うん、ナイスショー。ちょっと左目だけど、あそこは左にバウンスしちゃうんだよね。だからラフ行っちゃうかもしれない。ラフ行っちゃう。でも ラフ浅いから問題なし。1番ホール第2打、残り160ヤードを6番アイアンで打ちます。ん、ピン左にまっすぐ飛んでいってます。グリーンの真ん中にナイスオンです。ありがとうございます。1番ホールグリーンです。上りのスライスラインじゃないでしょうか。ちょっと強めでした。約1メートル7、80センチ持ってしまいました。1点下りになります。スライスに見ているようです。うん、ナイスパー、ナイスセーブ。2番ホールパー5ティーショットです。追い風、ナイスショー。フェアウェイ右サイド、超ナイスショット。2番ホールパー5第2打です。3番ウッド、どこまで近づけられるか。ちょっとフェードがかかっています。バンカーの左あたり、大丈夫でしょう。第3打46ヤードの寄せになります。寄せ1バーディーを取って気を楽にしたいところです。ピンにまっすぐ向かっていっていますが、ちょっとオーバーか、ちょっと大きかったようです。グリーン上に来ています。約3メートル下りのフックラインだと思います。さあどうか。ちょっとフックの具合を読み切れませんでした。今日のトーナメントコースのグリーンスピードは昨日のパーマーに比べてかなり速いようです。ナイスパー。難関3番ホールパー4、長いパー4にやってまいりました。このホールはメジャートーナメントアナインスピレーションでもトーナメントコーストップ3の難易度に入るホールです。トーナメントしても平均スコアは 4.2 以上となってます。おお、ナイスショー。なんか今日もドライバー気持ちよく振ってるね。
3番ホール見事なナイスショットでしたが、残りは204ヤードあります。まっすぐ綺麗にグリーンが飛んでっていますが、若干届かず3、4ヤードほどショートしています。3番ホールグリーン上から見ています。ピンは前方に設定してありますが、十分にグリーンを使える距離があるので、さほど難しいアプローチではないと思います。さあ難関ホールその1、3番ホールをパーでしのぐことができるか。アプローチショットです。おお、入りそう。惜しい。約1メートルのパットが残っています。ちょっと外してしまいました。目を読み切ってなかったようです。どんまい。4番ホールパー4にやってきました。右に打つとスタイミーで2打目が打てません。このホールは3年前にティーグラウンドの位置が変更され、長いパー4になっています。ど真ん中にナイスショットです。ナイスショット。さあ4番ホールパー4第2打地点に来ています。ドライバーは265ヤード程度飛んでおり、残り160ヤードです。6番、少々左足下がりの難しいラインになっています。ちょっと左に引っ掛け気味ですが、グリーン左ラフです。バンカー手前グリーン左のラフに来てしまいました。ピンがグリーンの左からすごく近い位置に設定されており、グリーンを使える距離が短いのと、このグリーンが前方から後方にすごく傾斜しており、かなり曲がる難しい繊細なタッチが必要なアプローチショットになっています。多分90度近く曲がるようなアプローチになると思います。さあセーブできるか。ナイスアプローチ。まあそこからだったらまあまあ以上だよ。そうですね、難しい。今のはすっごく難しい。さあこの上りの約1メートルのパット読み切れるか。目は左から右に来ていますので、スライスラインではないかと思われます。読み切りました。スライスライン読み切ってナイスパーです。あそこからのここからのアプローチのパーは非常によろしい結果ではないかと思います。5番パー3、今日は190ヤードあります。4ユーだそうです。ちょっと上げ気味です。左にボールが巻いていますが、バンカー越えてちょっと大きいかもしれません。グリーンを越えた？グリーンわかんない。バンカーの、バンカー越えたよね。まあ行きましょう。5番ホールグリーン上にやってきました。池には入らず
途中で止まっていましたが木の横で、スタンスが取れません。さあどのようにここでしのぐか、ここからピンまではかなり下り坂になっています。パーセンテージでいうと 65% ぐらいの下り坂でしょうか。それも勘案しながらなおかつ、スタンスの悪い中このボールをどのようにピンに寄せていくのでしょうか。ライン的にもかなり曲がるラインになっています。いいところに落としたような感じします。ちょっと遅いか。あ、今のライン、この下り坂のラインを考えると上出来だったのではないかと思います。これをねじ込んでワンオーバーにとどまれるか。大きな意味のあるパットです。惜しい。ボギーとなってしまいました。6番パー4、前半のハンディキャップナンバーワンホールです。ですがアマチュアにはこの水がかなりプレッシャーになり、1つ目の池を越えるのが200ヤード、2つ目の池に届くのが255ヤードから60ヤードで届きますが、今日はアゲインストなので2つの目の池は関係ないでしょう。200ヤードから250ヤードのフェアウェイのは横に広いのでさほど難しいドライビングショットではありません。方向的には真ん中、ナイスショットです。ナイスショット。池越え第2打152ヤード6番アイアンです。ちょっと影気味で、あ、出ました。バンカーに入りましたが跳ねてバンカーの外に出て左手前のラフになっています。ラッキーなことに一度は盤流しましたがそこから跳ねて出てラフから転がり出して、ファーストカット、パターで打てるところまで出てきています。ラッキーです。しかしながら画面では見にくいかもしれませんがここからあの家まで、かなりきつい傾斜、上から打つと 20%、30% という傾斜です。横から打ちますのでこれも簡単ではないと思います。最低1メートルは曲がるラインになると思います。さあスライスラインをと強弱を読み切って2パットで収めることができるのか。ちょっとオーバーですが70センチ、思ったよりも速くないようでした。ナイスパー、ナイスセーブ。